100回心臓がドク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 ってなっちゃったら、まあ、それ頻脈性不整脈です、うんうん、2番目徐脈、脈が遅い不整脈っていうのは脈がドンドンドンみたいな感じになっちゃうと徐脈性不整脈。気概収縮っていうのはそういうタイプじゃなくて、なんか YouTuber みたいだねいや YouTube で流してます気概収縮っていうのはトン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 、あ、僕今年40なんですけど、はい、あの健康診断取ったら気概収縮出ちゃいました。あ、本当もうね大変だなと思って。ちなみにどっちだったの？心房性、心室性、下の部屋でした。なるほどね。あのね、僕結構出るんですよこれダメだこの YouTube 映って。あのね、いや俺ね、なんで出るんかっていうと、僕ねコーヒーが好きで。そう、僕もコーヒーが好きで、でやっぱりコーヒー飲んだ後結構出ちゃう。出るね。出ちゃう。だ例えば僕だったら午前中にだいたいスターバックスのあの大きい方、うん、グランデを飲んじゃうんだけど、うんうん、でその後に午後にもう一杯足したりすると出る日がある。うんうん、そう。カフェインはまあまあ出ます、ね、そうで僕の場合は多分ね一発で出るんじゃなくてカフェインの蓄積量がすごいの、うもう過去の出るね。出ます、ね、まあ、そういう感じで脈がちょっとね抜けちゃうシャックルみたいな気概収縮。患者さんにその例えば僕みたいなその気概収縮が出る人が、まあ、来るわけじゃないですか、健康診断で気概収縮だと、でなんか多分コーヒーだと思いますみたいな人はどうするの？なんて言って指導するの？まあその症状、気概収縮感じるか感じないかっていうのが大事になってくるんで、まあ、基本的に心臓に病気がない患者さんに、患者さん、心臓に病気がない患者さんで健康診断でたまたま見つかっちゃってっていう形だったら、まあ、症状があるかどうかっていう形で、症状感じちゃってただコーヒーも飲みたいよ、まあ、それはちょっと、まあ、ちょっとコーヒーちょっと控えてとコーヒーが原因だったらね、やっぱり控えろって言うの？控えてませんけどね。どうしてかっていうとあんまり症状が強くないから強くないからね。なるほどね。けどやっぱり患者さんによってはもうドクン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 になっちゃって、もう日もさてもいかないやつになったら、まあ一回やめてみて症状取れるかどうか見てね。やめるってコーヒーをやめろと。コーヒーやめてみて、ね、そうだね、やめてみてちょっと見てね。確かに、その辺はちょっとなんていうか生活の質っていうかね、そういうところをあの相談しながらっていう感じにはなりますけどね。全く感じない人もいますからね。あのさ、コーヒーで気概収縮って僕よく分かるんだけど、僕自身はそんなお酒飲まないけど、お酒で気概収縮ってありえるの？お酒で気概収縮も、二日酔いの次の日とか結構出ちゃう人は多いですね。心房性の方は多いって言いますけど、ね、あ、心房性。そしてさ、例えば気概収縮、お酒を飲んでる人が結構ね、あの気概収縮を起こして健康診断で来ましたと、で心臓の機能も問題ないと、で、まあ、できれば薬も飲みたくないんだけどって言った時に、お酒やっぱり控えろって言うんだ。まあ、僕お酒好きだからあれですけどね、まあ、症状強かったらやめてもいいんじゃないかしらとは言いますけどね。お酒をやっぱりお酒を少し控えてみてはって。なるほどね。いきなり、まあ、難しいですけどね、厳しい先生だったらやめろって言うと思いますよ。そうなんだ。あ、厳しい先生じゃないんで僕なるほどね。だからやっぱりあの日常生活と不整脈って関係あるんだね。やっぱり生活習慣っていうところにいろいろこう加味してるところがある。ちょっとごめん、徐脈性不整脈に関係ある？その生活習慣って。あ、徐脈性はあんまりないですね。あんまりないよね。確かに、頻脈性だと。頻脈性は今日話す心房細動は結構その、例えば血圧高いとか、まあ、お酒もそうだし、寝不足もそうだし、糖尿病があるとか、そういう生活習慣病で結構心房細動は起こっちゃうんで、まあ生活習慣に少し絡んでくるところもあるかもしれないし、絡んでない不整脈もある。なるほどね、なんかさ、コーヒーって実はあのどっちともつかずというか、あのコーヒーがね心臓に対していいんだっていう研究もあるんだよね、不整脈もいいんだってやつもあるし、悪いんだってやつがあるんだけど、基本的にはあの僕自身はコーヒー飲みすぎちゃうと気概収縮、で、あのアルコールはやっぱり頻脈になるんだね、なるほどね。まあ、多分一人一人のオーダーによって耐えられるコーヒーの量とか、多分お酒の量って人それぞれだと思うんですね。あ、それで多分ちょっと変わってきちゃって、それを大きい人数で見ちゃうとどっちもいろんなのが出ちゃうじゃないかな。なるほどね、そういう気がしますけどね。
え、ごめん、ちょっとさ、全然ちょっとこのアブレーションと関係ないかもしれないけど、先どんどん進まないな、ちょっと先進まないな、関係ないかもしれないけど、ここでずっと日常生活でね、うん、不整脈と関係のあると思って何、例えば今はコーヒー、うん、それからお酒、まあ、二日酔いとかってあるんですけど、うんうん、他に何かある？あとタバコとか。え、タバコは何？やっぱりタバコは心房細動増えるっていう。タバコ心房細動増えるんだ、うん、そういうのもありますよね。あと徐脈、不整脈じゃないですけども徐脈を持った、うん、あのランニング、ランナーですね。あ、運動ね、運動習慣があると脈がゆっくりになってくる、まあ、病気じゃないですけども脈ゆっくりになるから、そういうのもあります。なるほどね、うん、確かにマラソンの人とか遅いもんね。そう面白い面白い。いや、そうすると例えばさ、健康診断で気概収縮を言われましたとか、うん、心房細動かもみたいな、その動機がある人っていうので、うん、薬を飲まないで注意する方法っていうのは生活習慣を、まあ規則正しく正しくしろと、早寝早起き適度な運動なさってくるやつだよね、うん、確かに早寝早起き適度な運動、確かにこんな夜な夜な YouTube 見ない、なるほど、ね、っていうのは、あの不整脈専門医はあのそういうふうに患者さんに指導すると。そう確かにね、そういうのはない。僕も今度からそうしよう、うん、そうやってもらって。ただこれね、こういう生活習慣の話じゃなくて、これ3つしかないよっていう話で、不整脈は3つしかありません、はい、そう、不整脈は3つしかありません。それを難しく思わないでください。で、難しく思っちゃう理由は、こんなにいっぱい不整脈の名前が出てきちゃうから、こうなっちゃうともうみんな目をこうやって覆いたくなっちゃう。なる。そう。ただしこれもあんまり難しく考えないで、脈が速いのはもっと簡単に言えば、上室って上の部屋です。心房っていうところがあるんですけど、心臓って4つの部屋に分かれて、上の部屋2つを心房、下の部屋2つを心室って言って、うん、その心房っていうのは上の心室の上にあるから上室、あと心室で、上質が脈が速くなっちゃうのは3つ、心室が脈が速くなっちゃうのは2つ、ね、で、これ上質の方に行っちゃいましたけども、徐脈性っていうのが2つこういうふうにボーンってあって、あと気概収縮が上質と心室になる。なるほど。あんまり難しく考えずにこんな感じで分けてください。これ両方かなって形で、今日お話しするアブレーション、どういうものに対して治療できるかって言ったら、どの不整脈に治療するんかと、するんかって言ったら、いっぱいです。おー、いいねいいね。真っ赤か、赤くてこう分かりやすいね。この赤い不整脈にアブレーションをするとできます。まあもちろん、アブレーションできるように今はもうすごく歴史が進歩してって、医学が進歩してってるんで、うん、これだけできるようになってきてますけど、まあ、基本的には徐脈性不整脈以外に対してアブレーションは治療できますよっていう形になってます。なるほど。ただアブレーションって皆さん飲み薬じゃないです。はい、カテーテルでの治療、カテーテルでの治療、治療、まあ一種の手術、そう、入院が必要だと、入院が必要、ね、って形になるんで、まずは薬の治療との比較をしなきゃいけないっていう形で、はい、アブレーションする前には必ずその前に薬物治療と薬物じゃない治療、それが、まあ、非薬物治療っていうのはアブレーションになってくるんですけど、うん、どういった形で治療していきましょうっていうのは、実は循環器って教科書みたいなのがあるんですね。ガイドライン、はい、教科書、ガイドライン、そこに実際記載があるんですね。でこれ、2019年に発行されて、これ今年発行されて、はい、こんな感じで実際に薬はどういう不整脈に対してこういう薬使ってください、そういうのが全部教科書に書いてあるんですね、はい、こういうガイドラインで、アブレーションも実はこういう不整脈でこうこうこうあったらこういう治療してくださいねっていう治療法があるんですね。なので僕ら説明するときに患者さんにいきなり、アブレーション治療どうっていうか、こういう薬の治療もありますよ、薬以外の治療もありますよ、で、ご本人にとってはこっちの方の治療の方がおすすめできますよとかっていうのを話しするのが今の、なるほどね、外来で患者さんとかに話しする内容になってきて、どういう治療があるかと表示するためにはこういう教科書で見てやってる、薬物治療だったり非薬物治療で、治療を進めていく、でそれが不整脈に対してやっていく、うんうんうん、で一つ薬物治療できるのは頻脈性の不整脈に対しては薬物治療できる。ただし徐脈性っていうのは実はペースメーカーっていう機械、はい、デバイスであると治療できないので、こっちにしか丸がつかない、薬物でなかなか治療できないんですね。ああ、この徐脈性の非薬物治療っていうのはペースメーカーのこと。ペースメーカー、はい、ここペースメーカー、ね、でここはなかなか
薬で治療ができないと。で、気外収縮っていうのは両方できる、うん、アブ頻脈も両方できるというので、うんうん、でまあ、少しこうやってみちゃうと生脈全般の治療できるのは非薬物治療ができる。ただしやっぱり手術になってくるので、まあ、患者さんに対してもしっかり説明しなきゃいけないから、こういうお薬で治療できる生脈もありますよっていう形。なるほどね。で、まあ、基本的には心臓のカテーテルといっても手術になるので、まあ、薬を使ってみてもなかなか効かない人たち、はい、そういう人たちがこっちのアブレーション非薬物治療になるっていうところになる。徐脈性は薬で治療できないから、いきなりペースメーカーの治療っていうところにはいけるけれども、まあ、他のお薬が試せるないし効果があるんじゃないかとか見れるような人たちにアブレーションは進めていくっていう形になります。もちろん今すごく安全にできるようになっているから、アブレーションを一番最初にこういう治療法として説明することは十分にあるんですけども、まあ、十分薬物治療というのも起こり得ます、やりますよっていうのをちゃんと説明しなきゃいけない。なるほどね、うん、これはあの患者さんによってあの分けるというか、そう、薬でちょっとしばらく行ってダメだったらアブレーションしましょう、うん、もしくはアブレーションがいいからその間にちょっとこの薬飲んでこうみたいな。そうです。ああなるほどね。そういう形になる。で、唯一違うのは何、薬とアブレーション。薬って処方されますよね。はい。何にします、薬出された。飲む。そう、飲まないといけないです。薬って薬飲まなきゃダメだね。確かにね。薬ちゃんと飲めます。無理無理無理。いやいや、飲むよ飲むよ飲む飲む飲む。まあもちろん薬出されたら飲まなきゃいけないんですけども、ずっと飲まなきゃいけないんですよね。これ例えば僕40なんですけど、薬出されました、はい、今、80まで元気に過ごしたとしても残り何年かな、40年間ずっと薬飲まなきゃいけない。40年間薬を飲むと、ちょっとあまり非現実的っていうか、まあ、飲む人も当然いるんですけども、なかなか40年かっていうのも思います。ただ毎日歯磨きますからね、それと同じように習慣づいちゃえば薬飲めますけども、そういった形で薬飲まなきゃいけないとかするところもある、まあ、そういうところで、まあ、薬飲むことによってしっかり治療するっていう形になります。で、はい、アブレーションの治療っていうのは何を目的にするかっていうと、不整脈を根治します。いいね。これを目指す治療になるんで、当然のごとくもう術後にお薬、飲み薬必要になる患者さんも出てきますけども、治療することによって完全に根治できちゃえば、もうそれは、しっかり不整脈を治療できましたっていう形。ここがいいとこだよね、うん、だから40年薬を飲むか、もしかしたらカテーテルで治療すれば薬がいらなくなる可能性があるってことだよね。いや、 やっぱりいいね。やっぱりここの根治を目指す、まあ、根治できるっていうふうに言えれば一番かっこいいんですけど、目指す治療。そうだね。それがアブレーション。ね、だからやっぱり件数は増えるんだと思うよ。そう、件数が。やっぱりいい治療は増えるよ。いい、うん、ね、ただし結構面白いのもあって、例えば盲腸になりましたとか、はいはいはい、盲腸みんな手術受けたりとか抗生剤で飲む治療っていうふうになんか2つあるじゃないですか。チラスってよく抗生剤で盲腸チラス、こっちか、うん、右だもん、うん、でそういうのであったりとかするんですけど、まあ似たようなもんで、薬でチラスのか、まあしっかり手術してやるのかっていうところで、そういうところと分かるところなんですけど、実はまずどっちがいいかとかって、もうちょっと実は手術した方がいいっていうのが出たりとかしてるんですけども、アブレーションもうちょっと例えいいね。そう、それと同じような状況なんですよね。あ、そう、アブレーションの方が、まあ、不整脈の種類にもよるんですけども、薬で見た方がいいのか、アブレーションで見た方がいいのかっていう、いろいろ種類によって分けられてるんですけど、やっぱり最近は長い目で見た時に、やっぱりアブレーションでやった方がいいんじゃないか、なるほどね、だからこそ根治を目指してやっていく治療という形になる。もう一個目、アブレーションとはっていうのは、カテーテルってみんな患者さんとかで何かなと思うんですけど、簡単に言うのもそういうことで全部カテーテルって言いました、はい、それで不整脈の電気を遮断します。これがミソ不整脈の電気を遮断する治療なので、実は心臓って電気信号で動いてるんですね。不整脈も実は電気信号が原因なんです。なるほど。この辺は後で説明してくれるんですよ、ね、電気を遮断するって、うん、なので電気を遮断します、はい、それがミソで、あとは不整脈の種類、3つしかないですよって言いましたけども、さっきもう1個次のスライドになると5つかに分かれてて、不整脈の種類とか、やっぱり患者さんの状態、うんうん、
ね、それによっては、根治率うまくいく率成功率とか再発率って違うんで、ちゃんとその辺を分かっておいてやらないといけない。アブレーションをしても再発する人もいれば根治できてる人もいるよっていう、それはもう不整脈の種類だったりとか患者さんの状態によって変わるんで、まあ、そういったところもしっかりと把握しなきゃいけない。で何よりもアブレーションとっていったら電気を遮断する治療、ね、これなんかアブレーションに関係がある数字なの？はい、アブレーションに関係ある数字で、これ実は日本で去年、うん、去年度かな、去年かな、うん、2019年かにアブレーションを受けた患者さんの数です。おー、9万人、だからもう10万人近くも受けてるっていう形になってて、すごい数やってんだね。すごい数やってます。でこれどんだけの数かっていうと、これ2015年から2016年、2017年度、2018年、2019年。これどんぐらいやってるかっていうと、5万6000人、6万3000人、7万4000人、8万5000人、9万6000人。伸びてるね。これ多分今年、まあちょっとコロナ禍があったから、あれですけども、まあ、1万人ずつは。すごいね。で、例えば緊急の心筋梗塞の患者さんに対してとか、はい、不安定狭心症患者にカテーテル治療しますよね、 PCI です、緊急 PCI、 これ7万8000人ぐらい、緊急の PCI も多くなっちゃって、おーすごい、素晴らしい、まあ、こんだけの、まあ、数をやってると、当然のこと家庭室の看護師さんとか、まあ、病棟の看護師さんとか、まあ、あと研修医の子だったりとか医学生とか、当然患者さんっていうのが、アブレーションってどんな、アブレーションってどんな治療なのかっていうのが、やっぱり勉強しなきゃいけなかったりとか、知らなきゃいけなくなってくる。そうだね。今日これが分かるように、間違いない。説明していきます。風が気持ちいいから、今日は散歩に出よう。鳥が呼んでいるから、靴の羽を広げて。